なにわのスーパーアホドル村上美奈が語るお題はこちら、死生観か、もしくはイントネーションは死生観。え、ちょっと関西弁かもしれないですけど、あの死生のことかな、この死生秩序とか、あの私生活の姿勢、私事の生活のことかな。ちょっとあの漢字もなければ言葉の発音だけできたんでちょっとわかんないんですけど、どっちともで喋ってみましょうか。姿勢の漢字やったら、私あの反り腰反り腰でめっちゃ反り腰がかっこいい姿勢と思ってるから、反り腰でずっといますけど、もうすごい凝ります、腰が。もうでもそんな話じゃないと思うんですよ。でも私は反り腰です、姿勢の話で言ったら。でも見た目綺麗ですよ、あの腰がピンって張って、あのキュッてなるんで、あの姿勢正せてるから、姿勢感はだからバッチリです、その件に関しては。あと私事の生活ってなりますと、あの早起きができるようになりました。まあ、皆さんは全然できてはると思います。8時に起きれるようになりました。そしてその日常のそのライフスタイルですね、お茶湯に梅干しを入れることによってすっきり起きれるようになったんです。で、梅干しの効果って調べてみたら、その梅干し一粒食べるのはもう万病の、元じゃないやつ万病もの元にならないよっていうやつが梅干しの一粒です。病気知らずっていう、梅干し一粒は病気知らずということをいっぱい書いてくれてて、もういいことばっかりあのいただいて、そのなんか塩分取りすぎとかもそんな知らへんです。大好きなエモブシ梅干しが業務スーパーに売っていて、もこの壺で買いました。それを飲むことによって朝8時にすぐ目覚められるようになって、疲れも取れるようになったから、ほんまに梅干しってすごいなって思った私の死生観です。